これは日だまりで猫がこう手をなめて遊んでいるというか、まどろんでいるので、これも割と美秋さんお好きな題材じゃないかなと思います。そうなんです。この猫 の、 日だまりに怒ってるという猫は一つの日本画によくある題材で、それこそ根付けのためのいろんな日本画がありますけども、それにもう少しオリジナル性を出そうと思って、多少の擬人化的なものを加えてみて、でそれが私らしいオリジナル性ということを考えて作ってみました。